おい、フェイ、やってくれたな。このキャラと、このキャラの配置、そしてスキル、どう考えても、俺対策やろ。まず噛んな。B スキルにさ、風なぎ持たしたよな、お前。これさ、こっちから仕掛けて一発で倒したらいいけどさ、これ残してしまった場合、絶対お前生き残るよな。こっちだって反撃できないからな。で、こいつ倒したとするやんか。ついこいつよ、剣殺しよ、どう考えてもこれゼルギウス対策してるよろ。そして配置。はい、このアクスペガサス、攻撃範囲が狭いんじゃ、ここまでしか来んやろ。っていうことは、味方のキャラ、ここに置かないとダメだってことやろ、要は。ここに置いたところで、こいつ届かんし。ここしかないんよな、ここしか。やってくれたな、マジで。はい、皆さんこんにちは。ハンク・インファナルと申します。よろしくお願いいたします。はい、今日なんですけども、はい、これ新しく来ましたカムイ&カンナのインファナルをね、一旦で攻略していきたいと思います。いやー、これね、最初の冒頭で説明したけどね、配置がマジでめんどくさい。っていうことはね、簡単な話ね、ここに一旦で味方のキャラを置けばいいんですよね。なおかつカンナを倒して、それをね、どうするかっていうのね、いろいろ悩んだ挙句、今回ね、主役キャラ、やはりゼルギウスでございます。ゼルギウスはマジで、やばい。なんかもう、何でもできるんじゃないかなって。何でもとは言えんけどさ、とりあえずじゃあ、ゼルギウス見ていきましょうか。はい、今回のゼルギウスのスキル構成はこんな感じになっております。まずね、前提として召喚師との絆、これね、必ずやってないとちょっと攻撃力が足りなかったんですよね。なので S 必須でした。じゃあ、武器スキル見ていきましょう。エタールド、そのまま、補助スキルはこれ別に なしでも大丈夫ですね。で、天空 A スキルが攻撃魔法の古軍さん。ね、まず攻撃力をね、もりもり上げないと倒せない。そして、魔法を上げて、左にいたね、赤の魔導士からの攻撃を、ちょっと軽減させるっていう感じですね。はい、で、大事な B スキル、切り込みでございます。初手でカンナを叩きに行くんですけども、その後にカンナのとこと入れ替わる。これがないと一旦攻略できませんでしたね。で、C スキルは攻撃の支援、支援ばらまいてダメージを減らしていこうというやつで、で、最後に S の声援で切り返しと。槍持った馬がいるんやけど、あいつがね、剣殺しを持ってるということなんでね、絶対追撃、相手は追撃させないってやつなんやけど、相殺されて速さ勝負になります。ゼルギウスね、早いんで負けないです、速さ勝負は。っていう感じで、やつに追撃が取れるという感じになっております。はい、では次、お手伝いさん3人ご紹介いたします。まずは燃焼ヘクトル、使うスキルだけご紹介しますね。補助スキルのぶちかまし、守備魔法の連携さん、獣人のコブ、この3つでございますね。まあ、要は、一旦目に、ゼルギウスの近くに、ヘクトルを置いて、ぶちかましした時には、全バフかけますよ、という感じの発射台となっております。はい、次。エスリン。今回必須なのが、馬に乗ったリブルを持ち。検索かけたところ、エスリンがヒットしました。リブロ、そして、ここですね。普通に育ててたら、この治癒からアマテラスっていうスキルに変わるんですけども、それの一個手前ですね。これね、一旦で発動できるやつ。なおかつ、奥義の鼓動を、つけましたんで、初手でこの治癒が発動しますよと。リブロの回復力を、上げますよというやつですね。これ必須です。はい、最後。おじいちゃん。はい。介護される側の人なんですけども、今回介護します。はい、星4のレベル40なんですけども、大事なのが、まず一つ目、引き寄せ。で、魔法、ここですね。はい。34
ないとダメなんですよね。これです。はい、守備の防作、1つけてるんですけど1でいけます。はい、これね、槍を持った、あれですね、馬がいるんですけども、やつに、これをかけて守備を下げようというやつですね。やはりね、ゼルギウスを突っ込ませますんで、逆賊のね相手、なかなかね、HP ね削るの難しいんで、強引に守備を下げて削りに行こうという作戦です。はい、これ考えるのに1日かかりました。はい、という感じで今回こんなパーティーで、ゼルギウス一旦攻略やっていきたいと思います。それでは行きましょう。レディゴー。さあ行くぞ。私が守ります。はい、インファナルカムイ&カンナやっていきます。よろしくお願いいたします。まず配置はこんな感じで、はい、じゃあまず見ていきましょう。ジェイガンここ置いてますんでね、防作でこの人守備が下がります。もう3下がったら OK です。うん、ここにヘクトル置いてますんで、まずは攻撃と速さにバフかかってます。じゃあ動いていきましょう。まずぶちかましでゼルギウス飛ばしていきます。はい、この時点でゼルギウスは全バフかかります。はい、で真っ先にカンナを叩きに行きます。はい、ここね、火ダメちょっと見ておいてもらいたいんですけど、まあ、44からのね、いきなりね、もう流列飛んでいきますんでね、これが痛いんですよね。はい、そして切り込む。 OK、 このポジション、このポジションを取れたらでかい。はい、でこのままですとね、切り返し、効かないんですよね。ですので、ごめんなさいね、馬で、馬のエスリン、ここまで来れます。そして、ここで、リブロ、触れるという感じで、ここで、ゼルギウスを回復します。はい。で、エスリン、ここにいてると、やられます。500% ぐらいの確率でやられます。ですので、ジェイガンで、引き寄せます。安全圏に。はい。OK。あとは見ていきましょう。はい、レッドマージ。まあこの人はね、柔らかいんで問題ないですね。これ結構ダメージ食らうんすよね、レッドマージ。はい、ちょっとここで回復します。はい、次は、はい、ここなんですよね、ランスナイト。この人倒す難しかったんすよ。はい、オッケー、扇なしで倒せました。はい、ボーナイト、この人確かキャンセル持ちなんですけどもね、うん、防御力がね低いんで余裕でしたね。はい、次、カムイ来ますけども、初手で奥義打てます。祈るがいい。はい、ごっそり削っていきます。はい、オッケー。まあ最後はね、なんだこいつ、アクスペガタス、うん、空気です。こいつもね、攻撃範囲に入るのにね、このポジション取るのなかなか苦労しましたね。うん、まあとりあえずね、まあ、カンナが風なぎ持ってる、でランスナイトが剣殺しを持ってるということで、完全にこれゼルギウスを止めに来てた。うん、ただ、俺の方が上回ったということですな。はい、いかがだったでしょうか。やはりね、ゼルギウス強い。うん、最初ねちょっと無理かなと思ったんですけども、やっぱりね、やっていくうちに、こう、どんどんこう、道が見えてくるんですよね。で、最終的にこんな感じのスキル構成になりましたという感じなんで、うん。まあ、最終的にはね、もうこれ無理やりね、支援組ましに行ったんですよね。うん、これない時に、ちょっと残ったんですよね。カムイの HP が確か2ぐらい残ったんですよ。これはもう、支援組むしかないなという感じで、もう急いでこれつけましたね。はい、ではね、最後 NG 集お送りしたいと思います。こちらです、どうぞ。はい、まずはね、防作ないパターンでいきましょう。はい、動かし方は一緒です。はい、カンナを叩く。はい、インストはカットしましょう。はい、でここでゼルギウスを回復して、ここで引き寄せます。はい、どうなるでしょうか。まあここはね一緒です。はい、この後ですね、はい、ランスナイト、はい、ダメージを見てください。これよ、これよ、これ1残る。これはね、死活問題やで。攻撃上げのゼルギウスだったら
倒せてた感じでしょうかね。はい。引き分けは。はい、ここも倒して、ここも倒すという感じで、はい。これ、1足りない。こんな状況になります。はい、まずはこれ NG1 ですね。はい、次、エスリンの、はい、この奥義がアマテラスだったらの場合いきます。わかったぜ。はい、ここは同じですね。はい。カンナを倒します。はい、その後にね、エスリンに回復いくんですけど、はい、回復します。はい、見てください。イゼルギウスの HP52 のうちの47までしか回復しませんでした。はい。これでどういう現象が起こるか見ていきましょう。はい、ここは一緒です。で、この後も一緒です。はい、ランスナイトも一緒。はい、この後。はい、見てください。ここです。はい。なんと、追撃が出ません。残してしまいます。そうなんですよ。やっぱりね、あ、こう、一ターンで、もう初手でね、こう、奥義打てないと、ゼルギウスが全開しなかったんで、カムイと勝負するときに、切り返しが発動しなかったという感じになります。はい、最後、ゼルギウスがリーフだったらどうなるか見ていきましょう。はい、じゃあ、まずガンダ倒します。あ、強いですね。オッケーオッケー。で、ちゃんと回復もして、逃がします。さあ、どうなるでしょうか。はい。ランスナイトで終わります。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。